せーの、めんどくさいレジェンド、いやー、刹那圭介です。いつもとは違ってこんな途中からのスタートとなります。前回この上のじいさんを倒して、この下のじいさんに敗れたわけですが、こいつを倒して倒そうと思ったんやけど、よくかけたじいさん一人目でさ、せーの、必要なアイテム手に入ったけんここ通れるっていうね。じゃあ俺はこいつと何のために戦っていたかっていう若いやつですが、そこにじいさんがいるなら殴るでしょうが、やるぞこら、じじい。前回はやられたかな、今回はやってやるぞ。へいへいへい。喋ることないな。今さら改まって喋ることがないことに気づいた俺です。あとね、ついでにね、この侍神剣をラスボスへぶつけれるようにですね、取っておくことにしましたよ。ラスボスがどんなとこ、どんなやつかわからんけどね、とりあえず取っておいて損はないと思われる。フレンダーがめっちゃ食らってるけど、もう一発ぐらい耐えれるだろう、同じ攻撃を。フレンダー集中狙いされてる。回復しとくか。やあ、問題なしシング、ベイビー。問題なしシング、ベイビー。ダブルサラッシュ、イエーイ。じいさん2体目撃沈。あ、これまさか1体倒せばそれでよかったパターンのやつなんかな。2体3体4体で倒してもさ、同じアイテム手に入るけど、別にどれ倒してもよかったパターンのやつちゃうんこれ。あー違うな、全部倒さな、結局全部倒さなあかんかったパターンのやつやな。なんでさ1個目だけこんなに話しておくかね。絶対や、絶対騙そうとしてる。1個だけ十分って思わせようとしてるやんこれ。作者さんのちょっと意地悪なところが垣間見えてるね。垣間見えてるよ。というわけで3人目行くぞ。梅じいさん仲間やったぞ。おお、なんか他のじじいと違ってモンスター感あふれるね君。他のやつらはちゃんと人間のままで戦いよったぞお前。なんでお前化け物になったん、なんでお前化け物として戦うん。僕には分からんよ、化け物としての誇りがあるんだ君には。じじい、お前の悪事を止めるために戦いようみたいになっとんでないか、仮面ライダーみたいになっとんでないか俺が。ただ俺はさ、みんなのために運び屋やいよっただけなのに、なんか俺がなんか正義のヒーローみたいになってる。それはそれでいいけどさ、じいさん、昔のお前はそんなんじゃなかったはずや。昔のお前はな、飲んだくれて仕事なんかせんとさ、一日中怠けよった、そういうじいさんだったわ。悪やな、それは逆にあかんタイプやな、それはあかんな。いい人だったアピールするとこなのにさ、すごい悪い人みたいなこと言うよな。てか早う倒せ、倒れろ。いけるか、耐えるか、耐えた。ちょっとビビったよ、ちょっとビビったけどいけたよ。魔法ヒーリング、おい、あー V の字切り若干外したでしょ今で。ダブルサッシュ、硬いな、見た目通りってとこかな。魔法の使用頻度がちょっと多いな今回。敵が硬いんですわ、見た目通りの化け物ってことですな。フレンダー、お前結構やられよるぞ、大丈夫なんかお前。回復、フレンダーばっか攻撃食らいよるよ。まあノノノノ王子よりかはマシなんやけどさ。イエーイ、撃沈。ふう、危ねえところだったぜ。精霊の魔導石3つ目。さて多分さ、123って来てさ、最後のやつも強そうやけんな。最後の一人も強そうやけんな。じじい、大豆じいさんだったかわからんけど強そうやけんね。回復してから来ますわ。誰だ、仲間をやりやがったなって来やがった。絶対化け物だこれ、人間味がないじゃないか。なんでお前人間味のないんじゃ、最初から人間味。なんで四足歩行なん、なんなん、李朝氏か、あんたは李朝氏ではないのか。つかぬことを聞きますが、あなたは李朝氏ではないか。なんだ、国語の教科書出てきとった？お前。
なんだかんだで国語の教科書出とったかお前。大昔に住んどったヌエみたいな姿しやがって。おっとっとっと、フレンダーはダブルスラッシュ、ファイヤー。さてこいつも耐久度高そうけんな。ゴリ押しビートですよ、ゴリ押しビート、わっしょいわっしょい、ゴリ押しビートわっしょいわっしょいわっしょい。フレンダーばっか攻撃くらいよるな。なんかフレンダー変な使い方しとんな、嫌な使い方しとんな、騎士団長様やけんな。敵からなんか狙われてさ、なんか報酬金、裏の世界での報酬金みたいなのくれるんだろうな。倒したら首持ってきたら、倒して首持ってきたらなんか報酬金を与えるみたいな、裏世界のなんかあるんかな、ルール的なんか。なんか嫌な世界やな。ほんとフレンダーめっちゃ食らってるやん、なんか好かれてるね、嫌なとこで好かれてるね。俺がフレンダーちゃんの立場だったらどんだけ泣きたいことか。もう魔除けの守りとか塩を巻いたりとかするな俺だったら。敵が寄ってきすぎてな。あっ、おお結構暗いよる、ハラハラするんやけど、バンバンバンって音聞いたらさ、いけるんこれってちょっと若干思うときあるね。けどまあいけるでしょ、回復できるわけやしね。おっとっとっと、前回復しといた方がいいね。あとはゴリ押しビートワッショイワッショイじゃ、ワッショイ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 。あダブルスラッシュ使えたやんこれ。 V の字切れ、ヒーリングゲーン、ダブルスラッシュ2回連続使えるぞ。あーっすあーっすうーっ、撃破。よっしゃあ、じじい4人も殺してしまった。この罪は重いぞ。まあ、とにかくや、なんか、当てつけでなんか攻撃してきたあいつら4人が悪いんじゃ。もう使ったんじゃって言われてさ、それで嫌えられて攻撃してこられたんやけどな、正当防衛じゃ、正当防衛。むしろ賠償金を払ってもらいたいぐらい。回復します。アイテムで。アストロングゼロいいな。 MP も回復しとこうか。俺いちいち戻ってあそこでババアのとこで回復するほどでもないんよな。セーブがしたいでござるよ。戻るめんどくさいけどセーブがしたいでござるよ。戻りたくないけどセーブはしたいでござるよ。セーブポイント来てほしいでござるよ。3つ目の扉、4つ目の扉、オッケー。おっ、やった。あ、待てよ、ここで回復できるんだったら、さっき、ストロングゼロで回復したの何だったん。スネオ、スネオが4人もおるもんな、これ。スネオの配置率高いだろ。この城、スネオの配置率高いぞ、お前。ジャイアン、いくらほどスネオも大量生産したんや。よーし、1人目のスネオ撃破。2人目。ああ、2人もおった。1人に見えて2人おった。大量生産や。もう量産型スネオマーク2って言ったもん。マーク2ってどっから来たか知らんけどな。量産型スネオ、スネちゃま。量産型スネちゃまや。お母さんが見たらどう思うかな。スネちゃまが2人、3人、4人見る。ザマス。ザマスじゃねえ、もう驚いてザマスもつけれんよ。もう回復しとこう。それにしてもフレンダの回復魔法がすごい便利です。回復アイテム使う必要はないような気がします。よし、どんどん行こうぜ。あーめっちゃおる。さす、今なんか出来損ないがどうとか出てきたね。今出来損ない出来損ないおる。出来損ない、頭で考えたら伸びたかな。どんな感じで出来損ないなんそれ。結構ダメージ食らわせてきたけどね。1体目の騎士 A の攻撃と同じかそれ以上のダメージ与えてきたけどね。どこが出来損ない、どこが出来損なったんかちょっと聞かせてくださいよ。作った人、このスネオを作った人、出来損ないなんかこれで。
じゃあ、下足の愛にした理由を聞きたい。いや、欠陥なんかもしれんけど、どこが欠陥なの？特技使ったろ。よいしょ。回復もちゃんとしましょう。よし。ヒーリング。わー、のののの王子を助けよう。よいしょ。あれ、出来損ないわ。俺な、一番右が出来損ないらしい、これ。そうらしい。ダブルサッシュ。一気に攻めて、攻めて、攻めまくる。切って、切って、切りまくる。よいしょ。あ、わざ使えばよかったのに。特技。まずは、空撃機が倒した。そして、ダブルスラッシュ。出来損ないだ。耐久度だけ出来損ないだ。一発で死んだ。なるほど、出来損ないって呼ばれる理由が分かった。回復しよう。この楽なこと、回復アイテム使わずに回復できるこの楽なこと。出来損ないばっかだ。出来とうとう出来損ないばっかが出てきよった。一撃で倒せちゃう。あ、フレンドの攻撃やな。フレンドの攻撃では一撃って感じやな。ノノノノ王子頑張れ。出来損ないだぞ、相手は。かわいそうに。見た目では分からんのやな、出来損ないって。めっちゃおるやん。めっちゃおるやん。えげつない。出来損ない一人もおらん。出来損ない一人もおらんけど、大丈夫これ。ちょっとみんなボコってくる様子見てくれてる。なんか何人か様子見てくれてる。優しいな。そんなんで束でかかってくるんだったら、いっそのことは束でかかってこいよって感じやな。様子見てくれとる、なんか礼儀正しいけどさ、それだったらさ、いっぺんに出てこんでもいいやんって話やけどな。アイテム使っとこう。ようやくアイテム使っときゃ来た。魔法や。フレンダーは魔法で回復で。よし、これでよし。もうずっともう傍観しとけ。傍観丸や。お前ら傍観丸になれ。傍観丸神話になれ。ダブルサッシュ。アギャーフー、アギャーフー。どうすかな、このままフレンダー攻撃させてもいいんやけど、ちょっと念を入れて、これで。はい、めっちゃ食らってるやん。作られるよ。特技、速攻剣。いけ。そして通常攻撃で倒せると踏んだ俺はこんな感じ。読み通りだった。危ない。やろうか、バカ野郎、ベラボメ。やめろよ、お前ら。フレンダちゃんに何してくれやがる。危な。ノノノ王子もちょっと危ないけどね。もうここまでやられる。敵の攻撃が熾烈を極めてくるようになってきてしまった。回復。危なっかしいでござるよ。ノノノ王子、大丈夫。危ない。死にかけやないか。なんてことを。のののの王子になんてことをこれ使ってしまおう。ヒーリング、よし、オッケー。めっちゃ作られてるのは変わらないのね。うわやばい、えげつない、敵がえげつないんですけど、完全に敵がえげつないばっかりよな今回。80回復しといて、魔法でどうにかして敵を削らなあかんぞ。これは敵を削らんかったらいつまでたってもこれ戦い終わらんからな。削れない、大丈夫か。傍観じゃ、お前ら傍観しとけ。お前らずっと傍観しとけ。アイテムの補助、HP 回復アイテムなくなってもうた。大丈夫かこれは。もうご了承じゃ。とりあえず敵を倒さんかったら、数減らさんかったら先はないと見た。ちょっと危ない。もう俺綱渡りしてるやん。完全に綱渡りですやん。危ないよ。やべえな、やべえです。もう、ね、ちょっと、いい加減にしようか。ぼちぼち行こうか。ぼちぼち倒そうか。はいや。
倒れろ倒れろ早倒れろ早倒れるんかいダブルスラッシュイエスあと4体あと4体もほら多いわーノノノノノノジがとうとうやられたフレンダー一人でどこまでやれるかな猛攻がきついぞ猛攻がねがなんとかなるかなんとかなってくれよ魔法魔法じゃないわダブルスラッシュよいしょよっしゃあと3体いけるぞいけるぞなんとなくいける気がしてくるぞヒーリングペイフ敵が減ったらこっちのものよよっしゃ全員が傍観しよるわ譲り合いやなんか味方同士で敵らの譲り合い精神が起きてるそれは楽しすぎるんですやなおっとダブルサーチ使うのダブルサーチ使わずに落ちるのだよいしょ危ない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 よもうやめてくれたまえやめたまえダブルスラッシュもう惜しみなく使うぞダブルスラッシュよっしゃもうこのままもうここまで来たら勝つぞ勝てるぞもうダブルスラッシュエース何かあるんかな何かあるんかな何かあるんかもしれんなこのまま上行ったら何かあるかもしれんななんかそんな気がするな。じゃ、じゃ、あーあーそろそろ終わろうと思ったのにイベント入ったーあーまあセーブしたんだけどね。セーブしたけん問題ないんですけどね、これ。はい、大丈夫です。というわけで、まあ今回この辺でお相手をさせていただきます。戦闘ばっかが面白くない限りにやってしまった。というわけで今回はこの辺で仕上げ今回の収録時間ですね。まあいいや、もうこのコーナー終わり。このコーナーもう今度からやらん。ふぅ、やっとが変わった。